そう、なんか眠気に襲われてる今。これから仕事に行かなきゃいけないっていうのに。仕事って言ってもバイトなんですけど、すっげー眠いんだよね。どうしよう、大丈夫かな。そうすなちゃんこんにちは、たくちゃんこんにちは。大丈夫かな、この眠さで。一瞬寝て15分ぐらい寝てから行こうかな。ね、そうじゃないと事故りそう。まず車で、今日は気分転換にトイレ掃除をしたけど、トイレ掃除するだけでもめっちゃ汗かく、暑すぎて。まあ、そうだったら配信早めに切り上げて少しね。そうする、30分ぐらい配信して30分ぐらい寝て5時に出る、そういう形にしようかな。ね、事故ったらもう元も子もないもんね。メイクする気力も起きないから、もうメイクしないでいく。日焼け止めだけは、さっき外出るために、そう、さっき外、毛布洗いに行くって言ってたから、もう毛布もはさ、換気す、毛布は洗濯機に回しちゃってたからさ、毛布回して毛布回してで掛け布団も回してで換気乾燥機だけかけ行こうと思って、乾燥機かけ行って30分ぐらいだから、ほんと1時間ぐらいだけ外出た。さっき1時間ぐらいだけ外出たんだけど、暑くて暑くて、毛布しまわないと、なんかずっと出しっぱっていうか、洗おう洗おうと思ってずっと出しっぱにしてたんだけど、もうそろね、片付け苦手なんですけど、もうしろ洗わんと邪魔やなと思って洗ってきたけど、もう洗って乾かしたんでね、あとはしまうだけなんですけど、またしまうまでがめんどくさいな。今日なんでこんな眠気に襲われてるんだろう。こういう時楽、今日こういう日あるよね、こういう日あるよね、なんかすっごい眠気に襲われる日。私だけかな。今日俺は暑くて全部溶けた。全部溶けたってどういうこと。全部溶けてたらコメント打てないでしょ。キラちゃん、つたき様こんばんは。藤田愛ちゃんもつたき様、暑いね、大変やね、もう暑くて脳みそが動かんね。脳みそ溶けたわ、私逆に脳みそ溶けた。暑くて脳みそ溶けて何も考えられない。とりあえずトイレ掃除して、なんか長老パーバーっと掃除機かけて洗濯物たたんで家のこともろもろしてって感じで、で配信して、でバイト行ってまた配信して、今日の一日が終わるって感じですね。こんな感じ。
歌いたいそうな感じ。ヤグマンガ日和と。ヘアアイロンかけるのも暑くて死ぬ。ドライヤーも暑くて死ぬけど、ヘアアイロンも暑くて死ぬな。ハウチムちゃん、なんて読むのそれ。どこが？舞？なんて読むのそれ。舞型？39.8度ってもう40度やんそれ。それも40度やん。熱っ。大丈夫？枚方？あ、枚方パークの枚方？え、熱すぎない？大丈夫？それもう熱中症警戒アラートとかじゃなくてもう人死ぬやん。40度のやばいね。今年やばいね。やばすんぎ。40度ほぼ4…ラファーの開く覚え方ね、ひらかたパークの。大丈夫か。外仕事の人やばいね。暑すぎて外仕事できなくない？まあでも草刈りしてたな、おじいちゃんたち。ティちゃん50カウントありがとうございます。こんにちは。暑くて溶けそう。今何度なんだろうね。35度。私の新潟、私のところは35度ですね。これよりも4度暑い。5度、4度5度暑いってことはさ、えぐいね。さっき外出たら焼けるってか、なんか火傷みたいだよね。そんな40度ってさ、だってさ、お熱やん、高熱やん、高熱。人間でいう、あ、火傷レベル。あ、ゾコちゃんこんばんは。ゾコちゃんセミコーチを新年間同士会社ありがとう。300m 往復での往復で倒れかけた。それはそう、だって40度だもん。最近暑くてディズニーのショーが中止してた。あ、そうなんや。そっか、着ぐるみって言ったら夢ないけど、まあね。ミッキーもね、大変やな。ミッキー時給いくらなんだろう。
こういう日にはアイスを食べよう。体内から冷やさないと。冷たいもの食べない。アイロンが熱い。アイロンしてると汗かく。ちょっとうねってるな。見てるんだけどさ、中の人とかさ、着ぐるみ今どっでも今夏休みが多いからさ、そのなんちゃら賞とか多そうだけどね。プリキュア賞とかさ、なんていうの、仮面ライダー賞とか多そうだけど、催し物が土日とか。こんなんじゃ外出れないよね。外でやったら死ぬよね。自殺行為。コーサムゴンクネメイゴジオコンコゴジャカンタヤザヤマ。でもするんかな、やっぱり仕事だもんね。それが本当、なんて言うんだろう、外出たくないもんね。ご飯もさ、火さ使ってご飯するの熱すぎて無理だけどさ、まあ、揚げ物なんて嫌じゃん、こんな暑さの中。だけど揚げ物食う力もないじゃん揚げ物を揚げる気力もなければ食う気力もないじゃん。もうなんか疲れて、胃もたれっていうか、なんか暑くて暑すぎて、なんか夏バテじゃないけど。でも食べなきゃ体力減って、こんな暑さだったら死んじゃうしな。暑いってすごいな、そう思うと。寒いより怖いな。暑さの方が尋常じゃなく嫌かも、寒いより。
れサントピアワールド、サントピアワールドっていうさ、新潟にはさなんかあるのね。新潟にサントピアワールドっていう、なんていうのあれ、テーマパーク、遊園地、遊園地がある、なんかちっちゃい遊園地みたいなのがあるんだけど、よくさ小学校の時のさ夏休みのなんか地域の地域行事みたいなのがあってさ、小学生は、まあ、泊まりないんだけど、中学生から泊まりで行けるんだけど、今多分もうそういうのないかもしれないんだけど、前はあって、よくサントピアだったなと思って、サントピア行ってたなと思って、それで保育園とかの、保育園の行事もサントピアだしさ保育園の行事もサントピアだったな、そういえば。なんか遠足、遠征、保育園のなんか親と親子で遠征行くみたいなやつもさ、サントピアだった。サントピア、うちらはもうサントピアって呼ぶけど、ハジムちゃんプチ50プチプチプチ50カンタありがとう。うちらはサントピアって呼ぶかもしんないけどさ、アグンさんこんにちは、イケリアオシこんにちは、ヒロさんこんにちは、50カンタありがとうございます。前ママとかパパとかはさ、ママとかパパの世代はさもうサントピアかな、おじいちゃんおばあちゃんの世代なのかわかんないけどさ、安田アイランドって呼ぶよね。元は安田アイランドっていう名前じゃん、サントピアワールドの前がね。1997年変わったらもっと前かと思うんだけど、生まれてたのって、私一応まだ2歳の頃か、でもさすがに2歳の頃にサントピア行かんか、いや分からんけど行かんか。チャンドラさんこんばんは。ひらかたパークとか行ってみたいな、八景島シーパラダイスとか行きたいもん、私行ったことない、あんまり遊園地とかテーマパークとか興味ないけど、正直言ったら。
でも八景島シーパラダイスって水族館だよね。水族館好きなんで行きたいな。キルアが動き出した。チュールの時間かな。やらりやらり、チュールの時間だからキルアちゃんが動き始めましてるわ。今日はマスクして行くのですっぴんでお仕事に行きたいと思います。いいよね。ここだけしか出ないし、ここしか出ないからいいよね。大丈夫。仕事先はマスク強制なの？なんかまだマスクなんだよね。え、コロナのくるみちゃんのイベって総合1位が就任？そうそうそう、総合1位、多分各部の1位じゃないかな。各グループ A ブロック B ブロックの1位が多分就任されると思う。多分私は A ブロックなんですよ。ほら、各ランキング1位、最終審査進出権獲得だって。最終審査の最終審査の進出権を獲得できます、書いてある。最終審査進出されるらしい。ギフトのランキングもあるけど、私は各ギフトのランキング、各ランキング1位。ん？あ、ギフトのランキングもそうなのかな。クロミと恋愛小説1位、クロミリンシャスクロミ20231位。え、総合1位じゃないのこれ。ギフトランキングの1位なの？ギフト各ランキング1位じゃないの？総合1位が分かりや…え、総合1位じゃないのこれ。総合1位だと思ってた私。なんかさ、 B ブロックのさ、最高ランク B 以下とかのやつだったらさ、そこまで差はないのに、差はないけど A ランクと SS ランクの差は激しいと思うんだよね。
どういうことだ。クロミ書と恋愛小説とプリンセスクロミの総合ランキング1位、各ランキングの1位と各ランキング1位、特別審査員の1位。どうなんだろう、各ランキング1位って。私あれだと思う、ブロック A の1位とブロック B の各1位だと思うんだよね。ギフトランキングの1位も入るのかな、どうなんだろうね。そこら辺は分かんない、書いてないから。まあでも1位になれば、総合1位でも多分1位、総合1位でもいいんだと思うんだよね私は。だからそのブロック A の1位になれば最終審査まで迎えるんだと思う。東京都内で終わり招待&任命状。行きたい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 。ズームなんだ。ギフトランキングはプレゼントゲットできるのみ。あ、そうなんだ。その書いてあった。その他追加でクロミのプロモーション活動の仕事をご依頼させていく可能性ありだって。やっぱり各ブロックの各1位だよね。各ブロックの各1位になるんだよ。1位にならなきゃ。1位頑張ろう。ということで、もうちょっと30分になるのでこの枠終了したいと思います。皆さん星投げカウントギフトポイント応援ご協力ありがとうございます。ありがとう。次枠23時から配信させていただきますんでよろしくお願いいたします。ありがとうね。次枠が23時です。13位から男女発表します。13位キラちゃんありがとうございます。12位モコンちゃんありがとうございます。11位サンちゃんありがとうございます。11位タズタロちゃん、10位タズタロちゃんありがとうございます。9位ポコちゃんありがとうございます。8位ノナちゃんありがとうございます。6位ゾコちゃんありがとうございます。6位メンピンソクちゃんありがとうございます。5位が、ジュンボさんありがとうございます。4位スノスノさんありがとうございます。3位がトンピンマンちゃんありがとうございます。2位がタクちゃんありがとうございます。そして1位がトコ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 ちゃん、箱推しありがとう。壇上皆さん、アリーナ席の皆さん、オストから応援してくださった皆さんありがとうございます。よーし頑張ろう、目覚ますぞバッまた字枠よろしくお願いいたします。おつたき様でした。頑張るお仕事行ってきます。みんなも頑張れ、ラストスパート。ひさちゃん、とんびまんちゃん、ぞこちゃん、たくちゃん、おつたき様、みんなおつたき様でした。ありがとう。